疲れ。
のテーブルでトランプをやっている人がいるんです。そこがすごく盛り上がってて。お、なんだケリト、ポーカーをやるって。なになに、こっちでもポーカーやるの？だったら私も入れて。おお、構わないぞ。人数が多い方が面白いからな。さあ、勝ったら何がもらえるの？商品は？そうか、考えてなかったな。店のメニューから何か一品おごるってのはどうだ？そんなの全然嬉しくないよ。ひどい言われようだな。じゃあ何にするよ。お金をかけるのはダメだよ、キリト君。だ。ご褒美ですか？パパを一日独り占めできたらとっても嬉しいです。いいじゃんいいじゃん。商品は。話は聞かせてもらったわ。当然私も参加させてもらうわよ。はいはい、私も参加し、私もやります。ちょっと待った。この流れで俺が参加しないってのもおかしな話だよな。キリトの独占権を奪って存分にこき使ってやるぜ。私も少し興味あるから参加するわね。よし、わかった。優勝商品はキリトの独占権でポーカーって話だったが、人数が多いからな。ちょっと特殊なルールを使おう。カジノでよくプレイされているテキサスホールデモを元にしたポーカーにするのがいいだろう。手持ちのチップを使い切ったら脱落。最終的に一番稼いだやつが優勝だ。これ以上やりたくなかったらフォールド。受けて立つときはコール。賭け金を上乗せしたいときはレイズと叫ぶんだぞ。ルールは分かったか？じゃ、ゲーム。私もフォールド。私の場、これならほぼ間違いなく勝てるわ。勝負するっきゃないでしょ。よーし、私は全賭けの。お、これで勝てなかったら脱落なんだから、なんとかなってよ。コール。コール？もちろんだよ。ふっふっふ。ショーダウン。それじゃ手札を見せてくれ。じゃじゃーん、ストレート。残念でした。キングの3カードも勝ちを確信しちゃダメだよ。何事も失敗の可能性はあるでしょ。悔しい。するべきかな。普通にコール？
よし、全員終わったな。じゃ、手札を見せてくれ。やっぱりダメだった。負けちゃった。しゃんぼりしないで、ピナのせいじゃないよ。負けちゃったのは残念だけど、私は楽しい。チップも減ってきたし、今回はみんな消極的だし、思い切って勝負に出るかな。レッド、何のこと？キリト君こそ無理しないで降りた方がいいんじゃない？キリト君、無理は体に良くないよ。ショーダウン。ジャックのスリーカード。ああ、負けた。来たぜ、俺のところにも運が巡ってきたぜ。勝負だキリト、オールイン。おい、いいとも、俺の手札は最強だ。キリトに勝ち目はねえぞ。降りるなら今のうちだぜ。全部キリトに持っていかれるのかよ。今残っているのはシノンだけだとしたら、オールインよ。うん、間違いない。クラブのフラッシュ、私の勝ちね。そんな、やったー。これで残るは私とキリトとシノンの3人。とっとと優勝を決めちゃおう。負けるつもりはないわ。はあ、勝ちたかったな。誰が勝っても悔しいだけだし、こうなったらキリト君を応援するしかないな。頑張ってください、キリトさん。カードを配るぞ。おお、これは最強のカードと言わざるを得ないよ。